2015年11月5日、韓国聯合ニュースは、韓国の一人当たりの国内総生産 GDP が今後5年で約 30% 増加し、20年には日本の数値に迫るとの見通しを報じた。国際通貨基金 IMF の世界経済見通しデータベースによると、韓国の一人当たりの名目 GDP は、昨年の 27,970 ドル、約340万円から、20年には、36,750 ドル、約446万円に増加すると予想されている。一方、日本の同期間の伸びは、36,222 ドル、約440万円から、38,174 ドル、約463万円への 6.0% 程度にとどまり、5年後には、日韓の差が大きく縮まるとみられる。また、国全体の経済規模でも、日韓の差は年々縮小するとみられている。昨年の韓国の名目 GDP、1兆4104億ドル、約171兆3200億円に対し、日本は4兆6024億ドル、約559兆500億円で、約 3.3 倍の開きがあった。しかし、20年には、韓国が1兆8988億ドル、約230兆6500億円、日本が4兆7469億ドル、約576兆6100億円となり、その差は 2.4 倍に縮まるというのが IMF の予測だ。この報道に、韓国のネットユーザーからコメントが寄せられている。そうは言っても、国民のレベルの差はまだまだ。ここは自由の質があまり良くない。このまま国民の自由を妨げ続けたら、生活の質はどんどん下がる一方だ。 GDP が3万7千ドルになる人は 1% くらいだ。今暮らしが良くなっている国民なんて、政府の支持率が落ちたから統計数値を操作してるんだろう。いざ日本を追い越そうと思ったら、少なくとも3倍は努力が必要。これが現実。日本ではバイトだけでも暮らせるというのに、一体どこを見て言ってるの？何の意味もない数字遊びだ。経済状況だけ近くなったところでどうする？そもそも日本は発展しないっていう想定がおかしい。ノーベル賞を一人も出していない国が日本を追い越すって？一般庶民には全く実感が湧かない。